下下野野六六君公明党の下野六太でございます本日は質問の機会を与えていただきまして感謝申し上げます。時間があまりありませんので、早速質問の方に入らせていただきます。地方自治体において、SDGs に取り組む意義について伺います。持続可能な開発目標、SDGs はあ、持続可能な開発のための、 2030アジェンダで示された国際目標であり貧困や飢餓をはじめ環境問題経済成長ジェンダー平等まで幅広い課題が網羅されています SDGs は人の命と健康や社会の融和自然との共生を大切にして誰一人取り残さない持続可能な サステナブルな社会を築いていくというものでありますえとりわけ現下のコロナ禍においては人の命と健康という点からその重要性がますます高まってきていると考えますこのような観点を踏まえ地方行政における SDGs の意義について総務大臣としての基本的な認識を伺います 武田総務大臣 SDGs は、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための国際目標であり、政府全体として復興や地方創生等を重点事項とするアクションプランに基づいて推進をいたしております。人口減少、高齢化が本格化する中で、活力ある社会経済を維持することは、地方行政においても重要であり、それに向け、地域の広域連携、 地域経済の好循環等を図ることは SDGs の考え方に合致するものと認識をしております。総務省としても引き続き関係府省と連携し、人的財政面での支援など地方公共団体における SDGs に資する取り組みの推進に努めてまいりたいと考えております。島野克太君、ありがとうございます。 続いて第2期町人仕事創生総合戦略では SDGs の達成に向けた取り組みを行っている自治体の割合を令和6年度に60%とすることを目指すとしています現状地方自治体においては今後のワクチン接種を円滑に進めることを中心にコロナを一日も早く収束させることが求められているところでありますがポスト コロナの時代を見据えた新たな日常の構築に向け SDGs と連携をして進める必要があると思いますこのため国としては地方自治体のみならず企業 NPO NGO 大学研究機関等の多様な関係者とどのように連携をしていくつもりであるのか基本的な考え方を伺います 内閣府地方創生推進室、武井次長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、地方自治体における SDGs の取り組みは、持続可能なまちづくりに資するものであり、ポストコロナの時代も見据えつつ、その取り組みを推進していくことが重要と考えております。国は優れた SDGs の取り組みを提案する SDGs 未来都市の選定や、自治体 SDGs モデル事業による支援、 地域課題の解決を通じて、SDGs に取り組む企業等の見える化を図る地方創生 SDGs 金融の取り組みを進めるとともに、さらなる官民連携の取り組みを支援してまいります。具体的には、平成30年8月に設置した地方創生 SDGs 官民連携プラットフォームにおいて、会員である地方自治体と民間企業、NPO、NGO、大学、研究機関、 と多様な関係者のマッチング事業、さまざまなテーマ設定による文化会の活動等を通じて地域課題の解決に向けた官民連携を力強く推進していきたいと考えております。これらの取り組みを通じて引き続き SDGs を原動力とした地方創生を推進してまいります。島根六太君、はい、えー、ぜひともよろしくお願い申し上げます。 公明党においても SDGs 推進委員会を設置して SDGs に積極的に取り組んでいるところであります。しかし我が国においては現在のところ SDGs は努力目標でありその達成については法的な拘束力があるわけではありません。また SDGs を規定する包括的な法律が制定されているわけでもありません。このような状況に関して国は 基本法の制定など、SDGs について、何らかの法的な位置づけを与えるべきとの意見もありますが、これについて政府の考え方をお聞かせください。外務省大臣官房岡田審議官。お答え申し上げます。政府といたしましては、SDGs を総合的かつ効果的に推進するため、 総理を本部長といたしまして、すべての国務大臣が参加する SDGs 推進本部を設置しますとともに、同推進本部のとに設置されました SDGs 推進円卓会議での議論を通じまして、あらゆるステークホルダーの参画を得ながら、SDGs の達成に向けた取り組みを推進してございます。委員ご指摘のとおり、SDGs に関する法律はございませんものの、SDGs 推進本部では、 2030年までに日本の国内外におきまして、SDGs を達成するための中長期的な国家戦略としまして、SDGs 実施指針を定めております。直近では2019年12月にこれを改定したしました。また、2017年12月以降は、同実施指針に基づきまして、SDGs 達成のための政府の計画としまして、SDGs アクションプランを毎年取りまとめてございます。 政府といたしましては、引き続きあらゆるステークホルダーと緊密に連携しながら、進捗の遅れが見られる課題につきましては、現状の取り組みの見直しを行いつつ、2030年の国内外の SDGs 達成を目指し、取り組みを加速化してまいります島田六太君。ありがとうございました。もうしっかり引き続きよろしくお願い申し上げます。続いて、過疎問題に関して伺います。 仮想問題については、昭和45年以来、4次にわたり議員立法として制定をされました、仮想対策立法の下で、各種の対策が講じられてきたところです。現行の仮想地域自立促進特別措置法は、令和3年3月末、まもなく期限を迎えます。そののたためめ令和3年4月以降も引き続き続対策を講じていくための 新法法が議員立ととして今国会に提出をされたところですこれまでの過疎対策は、産業の振興、交通、情報通信、福祉等の施設整備、教育の機会の確保等、さまざまに貢献をしてきました。しかし、過疎地域の人口減少、少子高齢化は全国平均や都市部よりもさらに急激に進んできた上に、 今後も見込まれるといった懸念もあります一方で近年若い世代を中心に都市部から過疎地域等の農村漁村へ移住しようとする田園海域の潮流といった新たな動きもあります実際に過疎地域の中には人口の社会増を実現している地域があると聞きますが総務省として こうした動向や要因をどのように把握をされているでしょうか、また今後、過疎地域が持続的発展をしていくために、こうした新たな動きを一層生かしていく必要があるように思いますが、政府の見解をお聞かせいただきたいと思います大村地域力創造審議官、お答えいたします。委員御指摘のとおり 近年都市部からカス地域等の農産漁村へ移住をしようとする電園海域の潮流が高まっておりまして平成22年と平成27年の国勢調査人口で見ますと現行法のいわゆる全部過疎の647市町村のうち約57%の371市町村では社会増減率が改善をしておりまして また、約7%の44市町村では実際に社会像が実現されております。例えばですけれども、北海道の厚真町は約3%の社会像となっておりますが、老質な住環境の提供による移住者の増加ですとか、任期終了後の地域おこし協力隊員の定住等によりまして、成果を上げています。また、新潟県の淡島浦村は約8%の社会像ですが、 六次産業化による就業の場の確保などによって成功が得ているものと考えられます総務省としましてもこのような電源会域の潮流を一層生かしていく必要があると考えておりますこのため来年度から地域おこし協力隊の取り組みを強化して地域おこし協力隊インターンや任期後の定住支援の拡充と支援の充実を行うこととしておりますまたさらにカス交付金を拡充して 各地域における住民生活の利便性向上等のための ict 技術活用に対する支援を充実することを充実しております。引き続き、各地域の持続的な発展に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。島村六太君。ありがとうございます。社会像のやっぱりあの全国的な好事例を様々な形で、えー、発信をしていく。 ことが、私は非常に重要ではないか、というふうに思っておりますので、引き続き、どうかよろしくお願いします。過疎地域の小中学校は、総じて児童・生徒数が少なく。これまでも統廃合が行われてきましたが、少子化が進む中、過疎地域における学校の統廃合の現況は懸念をされております。一方、過疎地域の小規模学校の中には。 一人一人の学びをサポートするのに適した環境があることや、地域に関わることで、社会に貢献できる感覚を得やすいといった、過疎地域の小規模学校ならではの魅力や価値があるように思われますが、過疎地域の小規模学校における教育の在り方について、どのように考えておられるのか、見解をお聞かせいただきたいと思います。文部科学省大臣官房塩見審議官。 お答え申し上げます過疎地域の小規模な小中学校におきましては、少人数であることを生かした教育活動や、豊かな自然を生かしたカリキュラムや、地域行事への参加などの特色ある取り組みが可能といったメリットがある一方で、児童・生徒が集団の中で切磋琢磨しながら学んだり、社会性を高めたりするのが難しくなるなどの課題も指摘されておりまして、教育的な視点でこうした課題の解消を図っていく必要があると考えております。 そのための方策としまして、学校統合により、魅力ある学校づくりを行うということ以外にも、例えば ICT を活用した遠隔合造授業を取り入れるなどして、デメリットの克服を図りながら、小規模校ならではのメリットを生かした取り組みを行い、小規模校の存続を図るなどの複数の選択があると考え,考えておりまして、文部科学省としましては、学校設置者である市町村の いいずれの選択も尊重しきめ細かな支援を行うというとことをのために平成27年1月に策定しました公立小中学校の適正規模、適正配置等に関する手引きにおきまして小規模校のメリットを最大化しデメリットを最小化するための方策をきめ細かく示しているほか小規模校支援のための教員加配の措置 過疎地域等の児童・生徒の通学手段として有用なスクールバス等の購入費補助、事例集やフォーラムを通じた好事例の横展開などを行っているところでございまして、引き続き地域の意向を踏まえ、各種施策の充実を図ってまいりたいと考えております下野六太君。えあの昔はですねあの過疎の地域の小学生は、大体足腰が、北へ、まあ、通学がですね、 非常に厳しい環境にあることから足腰は鍛えられてたんですけれども、最近、統合が進む中で、えー、送り迎えが車であるとか、それとかスクール、バスがあの便利になるのは非常にいいことではあるんですけれども、私はあの子どもたちの,あの昔のようなあの足腰の強さ、あのあの辺りをちょっともう一度、いろいろ検討してみる必要があるかなというふうに思っておりますので、えー、その辺りにも気配りをしながら、 いろんな点を配慮をお願いしたいと思いますよろしくお願いします過疎地域の高等学校において学校の魅力化に取り組んだ結果地元中学校から地元高校への進学率の上昇や日本各地から入学生を募ることによる生徒数の増加の例があると伺っていますそうした取り組み例と成功例について教えていただければと思います文部科学省塩見審議官お答え申し上げます 高校生の多様な学習ニーズへの対応、また少子化への対応といたしまして、各地域におきまして、高等学校の特色化、魅力化に向けた取り組みが進められております。例えば、島根県立沖道前高校におきましては、生徒数の減少により、統廃合の可能性が生じたことをきっかけといたしまして、平成21年度から高校魅力化プロジェクトを開始いたしまして、地元3町村の関係者等を含むコンソーシアムを組織するとともに、 島の地域課題にチームで共同的に取り組む課題解決型の探究学習の構築県外から生徒を受け入れる島留学などに取り組んでいますこうした取り組みの結果プロジェクト開始以降地元中学校からの進学率の向上でありますとか全校生徒の生徒数の増加などにつながったと承知しております島野六太君ありがとうございますあのさまざまな形で仮想、えー、を生かした 取り組みのまたいいいもどんどんんろろな形で発信をしていただければと思いますただいまの,の答弁の中で、島根の沖の話が出たことは、島根県の方々が大きな希望や喜びにつながるかというふうに思いますので、引き続きどうかよろしくお願いします。また、過疎地域では若者の存在そのものに価値があり、過疎地域の高等学校は将来の地域を担う人材育成の場でもあるため、 高等学校の魅力化を進め生徒数が増加することは非常に意味のあること価値のあることのように思いますこのように高等学校の魅力化を進めていくために必要な政府の役割についてのお考えをお聞かせください文部科学省塩見審議官お答え申し上げます 高等学校は生徒の学びの場であるだけでなく、持続的な地方創生の核としての機能も有しているものでございまして、地域コミュニティにとって重要な役割を果たす機関であると認識しております。文部科学省におきましては、平成元年度より、高等学校が地域社会の関係機関等と連携、協働して、地域課題の解決等の探究的な学びに取り組むことを支援する事業を実施しております。また、令和3年度予算案におきましては、 遠隔授業など ICT も活用した学校間の連携によりまして、中山間地域、離島等の小規模高等学校の教育環境の改善を図るためのネットワーク構築に関する実施事業を新たに計上させていただいております。 さらに、中央教育審議会の答申を踏まえまして、高等学校の特色化、魅力化を推進するために、高等学校普通科の在り方を見直しまして、従来の普通科に加えまして、地域社会に関する学びに重点を、重点的に取り組む学科などの学科を各設置者の判断により、設置可能とする制度改正を検討しております。 こうした取り組みを通じまして、全国各地で高等学校の特色化、魅力化と、地方創生に向けた取り組みが行われるよう推進してまいりたいと考えております。下村六太君。はい、えっと時間がだんだん少なくなってきましたけれども、あのただいまの,の高等学校の魅力化につきましては、あのしっかりとあの社会に出ていく。 学校内だけでの学びではなくて、しっかり社会に出ていくということを推進していただければあの、より子どもたちにとっては魅力的な学習になるのではないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。大体もう時間が来ましたので、あのこのあたりで終わらせていただきたいと思います。あ今のの答答弁は答弁は求めませんのであ 訂正、ああ、大変申し訳ございません、あの先ほど答弁の中であの、令和元年度と申し上げるべきところをあの平成というふうに申し上げてしまいました、大変失礼いたしました、訂正させてれざるをえい,だいと思います、申し訳ございません <laughs> じゃあ以上で終わらせていただきます。ありがとうございました<笑><笑> Tá, matou.